ナミさんお疲れ様です。今回ですね、体の枝のダイダラス新しい更新が届きましたので、そちらの方をね、ナミさんがやってくださいました。いや、27分に及ぶ動画が送られてきましたので、何事かなと思ったんですけども、あ、このぐらいの時間で完了するんですね。私がね、ダイダラスの更新でご相談いただくのは、丸1日経ってもくるくるが終わりませんとかね、もう3日目ですみたいな感じのがね、今まで何件かありました。で、そのお悩みの多くはパソコンのスペックがまあ古いまんまというかね、ダイダルスに、まあ適してないものを使っていたということなんで、中にはパソコンを買い替えた方もいらっしゃいます。まあ体のとパソコンのスペックっていうのは切り離せないんで、64ビットの Windows パソコン、これはね、ぜひとも覚悟していただきたいですね。で、今回もまあ、パソコンのスペックこそ細かく分かりませんけれども、まあ、30分ほどでね、更新が終了したということで、これを見て、まあ、私も安心しました。まだね、カルダノのダイダルスウェレット、私の方は更新していないんですが、まさにね、ちょっと前に更新したばかりですからね。まあ、ちょっとね、更新してみようかなと思いますね。まあ、更新する際、私がいつも気にかけているのは、すべてのプログラムとか、それからもうブラウザをね閉じるということですね。で、ダイダロスだけを走らせているような状態でやったら一番スムーズに更新できるかなと思っておりますので、そのようにしようかと思います。まあいろいろと作業中の画面をね閉じていって、ショートカットをちょっと一瞬、まあ、保持しておくように、ショートカットをね、まあ、まとめてファイルに入れるわけなんですけどもね、フォルダーの方に。いや、今回もでももうすぐ次のあれですよね、ステーキングですよね、5日ごとだから、体の毎日動いてますね。今回も動画を送っていただきまして、ナミさんありがとうございます。これからもよろしくお願いします。